はい、今日はね、キララ289、あそこに書いてあります。キララ289。ね、はい、尾瀬方面に来たら、まあここはね、必須ですね。はい、もうイメージ入ってますよね。僕なんかもう昨日のあのテントに寝てて、あ、もうキララ289、あ、みたいな、思ってたよ、マジで。ポッちゃんよう寝てた。ポッちゃんもう寝とるというか、もう起き上がれんかったよ。ポンちゃんね、本当にああいう時ね、ぐっすり寝るね。もうちょっといや、ピクリとも起きずにね。ピクリとも動きません。よう寝とるなと思って、ちょっとね、寒い時だけちょっと起きとったやろ。にょって。ね、あの時ね、くっついたらね、またあっとこうなって。そう。よう寝れたわ。寝れた。うん、よかったで。よかった。ね、ということでね、入ります。はい。はい、ポンちゃん、ほら。あ、トマトラーメンもある。トマトラーメン。これです。手打ちそばもあるな。で、ご飯類はね、わらじです。わらじです。わらじソースカツ丼。このわらじソースカツ丼ね。ね。これね、食べたくなるんだよね。なんかね。これ2つ食べれるの。かけそばとミニわらじソースカツ丼。ええね。ええね。それね。うん、まあそんなことで入りまーす。母ちゃんのベロせんべい、ね、紫芋とエゴマ。あ、紫色、あ、違う、紫色ちゃうな。紫色だけど紫芋や。芋にエゴマか。エゴマ。あ、なんかそれ美味しそうやね。見て、クマの油。あ、クマの効くんやで、これな。熊の油、赤切れとか、うん、ひび割れとか、うん、効くのね。地割れとかね、いろいろ効くやろ。うん、ほう、うわ、これ猟友会の土地の蜂蜜取るね。土地の蜂蜜もあるな。これ会津の土地の蜂蜜。会津の土地の蜂蜜、なんかうまそうやね。美味しそう、うん、これこんな本物の蜂蜜やで、これ。あ、日本蜜蜂やな。この辺で蜜蜂買っとるんか。すごいな、養蜂やってるんやな。10年パウダーって。10年パウダー。10年って知ってる？エゴマや。エゴマ？うん。10年。のパウダー。ええ、まあこれいろいろ何に使うの？わからん。おひたし、納豆、和え物。ああ、アクセントにな。10年、エゴマの味をちょっと何にでもつけられるよみたいな。なるほど。うわあ、ほら、ポンちゃんほら、後ろお土産だらけや。ほら、これ会津のね、地酒もね、いっぱいあるからね。これ、尾瀬の帰りはね、やっぱりここに寄ればね、うん、大概のお土産もゲットできますね。ワンカップもね、尾瀬カップってのあるよ。尾瀬カップ、稲川のどぶろく、今紫、今紫、うん、その何？見本やって、これ見本。ペットボトルに入れてくれるの？分からんけど、中身はないからな。ここで飲んでええの？こんな感じや。それは飲んでみたい。アルミパックのドブロクやん。ドブロク、ドブロク。これはちょっと惹かれますね。うん、じゃあ。はい、じゃあ。まずはやっぱりビールやろう。そうや。ビールやろう。ビール。山の後はビールや。ビールね。ここ焼け、ここ焼けとるで、この。口元焼けとる。ね。今日も朝日スーパートライね、美味しくいただきます。はあ、うま。生き返った。生き返るな、うん。スーパートライは偉大やで。生き返った。うん、まあその後やっぱりご飯やろ。唐揚げ定食。唐揚げ定食。唐揚げ定食。タイタン麺ライス付き終わった。うん。やっぱわらじカツ丼とかけそばだな。あ、なんかな。や、終わっとるで。あ、終わっとる。ほら、もう一個あったよ。え？わらじかけうどんとわらじカツ丼っていうのがあった。ってことはそばが終わっとるってことや。やっぱそばうまいよ。そうか。でもそばない？そばない。あ、ない。ほら。やろう。そばな。
じゃあ、ふんちゃんはちょっと南郷トマトって有名やからな。わらじカツ丼はあるよ、あんちゃん。うん、わらじカツ丼ねえ、うん、おそば美味しいやもんな。そば食いたかったな、うん、ないとなると食べたくなるのが人情、まあ人情やな。わらじカツ丼ね、わらじカツ丼行く、これ。じゃあ、ぽんちゃんはトマトラーメン行くで。トマトラーメン行くか。ちょっと冒険やで。冒険や、行ってみるで。うん、おいおい、すごいよ。すごいな。サラダ食べましょう。うん、なるほど。これ。なんかゲーム感。すごいね、ゲーム感ある。うん、ドブロクか。はい。ドブロクをね、稲川のドブロク、今紫ね、買ってみたら冷凍保存なの。うん、なので今日飲みたい、今すぐ飲みたいなと思ったんやけど、やっぱ変やろ、発酵するから。そう、発酵してちゃんとあの麹が生きとるから、酵母がな、うん、そういうことでね、これ解凍が進めばいいんですけど、冷凍されてます、完全な冷凍ね。もうちょっと待っておきましょう。あの日の山田はね、お蕎麦有名で、もう全部お蕎麦売り切れでしたよ。でした、ね、この間さ、道の駅でもう一個の別のところで食べたけど美味しかったよね。今日はトマトラーメン、トマトラーメンとサラダと、サラダとわらじステーキ。すごい、これ見て、これすごい、わー入っとるな。どうなんだこれは、食えるかどうか心配やけど、まあ今日は山の帰りやし、はい、まあ食べれるでしょう。食べれるし、いただきまーす。いただきまーす。あ、トマト。高いよ、トマト。何で、南郷トマトは有名。わらじに噛みついてみますよ。あ、お、お、うん。あ、おいしい。うん。パクパク。あ、トマトラーメン、スープおいしい。うん。うん。うん。南郷トマト、カクカクや、うん、南郷トマトです。うん、南郷のトマトなんだ。そう、南郷ってトマト有名なの。おいしいトマト。お風呂入ってな、うん、幸せもんや。もう待ってなんてな、帰り際はもうこれがイメージされとるから早いの早いなんのって、うん、もう校庭のルートから、うん、温泉から、うん、お昼のラーメン、ビールまで。そう、すでにね、もうテントで寝てる時点からもうこれ考えてるから。うん、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 ちょっと意外な、あのラー油の入った、うん、からしの入った蒸し味や、うん、あんちゃん、トマト食べてみてね。うん、うわ、重くてモテんです。あ、トマト美味しい、ほんまに。あ、うん、うん、あ、美味しい。うん、トマト味、うん、うん、やっぱこの辺がトマト有名だから、このトマトラーメンか、うん、な、うん、ええな、これ。うん、わらじも美味しい。わらじ美味しいやろ。うん、美味しい。うん、そうか、食堂は3時で一旦終わりに、終わりにですね。あ、危なかったな、ランチタイム。危なかった。うん、間に合ってよかった。
ですね、ポンちゃん。浴室、浴室です。なんかね、マッサージ整体コーナーってあるよ。ね。年間入浴年間券2万3000円入り放題ね。平日だけだと7500円でね、1年間入り放題。おらげえな。近いと来たんやけどな。近かったらねー。ということで、おんちゃん、じゃあさっと行ってきますね。じゃあ後でな。そういうことこっちもね。そうや、間違えて入ったらあかんね。うわぁ、中も綺麗ですよ。こんな感じでロッカーもありますな。もちろん中は禁煙。入ります。今ちょうどね、誰も入ってないのでね、撮影の許可いただいたので。ほら、わぁ、この露天風呂ええー、よー。こっちは内風呂ですね。あー、広いね。はい、こちらは洗い場。今ね、あの、誰もお客さんがいないんでね、あの、撮影許可いただいて撮影してます。洗い場も広いね。全部で12個ね。それで、ここが内湯のメインの方ね。シャワーも2つあります。ジャグジーもあります。冷水浴、水です。なんとここが源泉風呂。源泉風呂です。この源泉、おお、なんか岩風呂みたいな、ちょっと濁ってる、うん。それとここに座席があります。すごいね。Okay.